どうも、小走りです。今日はですね、この間韓国に行ったじゃないですか。すごいね、韓国ネタが多いんですけど、韓国のホンデで買った服の紹介をしていきたいと思います。そしたらもう早速始めます。で、ちょっとね、値段とかがいくらだったか忘れてしまったので、だいたいこのぐらいだったよっていうことだけ伝えたいと思います。では、どうぞ。はい、まず一つ目がこちらです。この外のやつだけ別のお店なんですけど、このベストとズボンが韓国のホンデのメイン通りの中間ぐらいのところにあったお店で購入したものです。ベルト式でパンツになってます。で、白なんですけど透けることがなくて、で、上のこのアウターがホンデの難しいんだけど、その歩きたい道の細い道に入ったところで買いました。3000円ぐらいだったんですけどね、昨日洗濯したんですよ、初めて1回目の。そしたらね、この両端のここの部分が破れてしまって、今ね緊急で縫い直したからこんな感じなんですけど、結構糸がねほつれてたり、そういうのがねちょっと多かったなって感じです。はい、ではまたこのベストとパンツを買ったお店と一緒のねところで買ったセットアップを着てきます。では、はい着替えるのめっちゃ大変だった。これがセットアップです。このカーディガンはね後で紹介するんですけど、こちらのセットアップで上がキャミソールみたいな感じで、こんぐらいの丈かな、こんぐらいの丈のキャミソールで、下がめっちゃ可愛い、下がめっちゃ可愛くて、このここら辺だけ見えるんですけどロングスカートです。これはね本当に可愛くて一目惚れしました。でもね、シワがとにかくつきやすい。この生地ここが空いてるからすごい可愛いセットアップです。しかも腰のところもこうやってここだけベルトになってるので自由に細さをね絞れます。可愛いから着てます。同じ店で買ったトップスがもう1着あるのでそちらも着てみます。では、はい、3着目がこちらです。この上なんですけど首元が広めのトップスで、すごい可愛いチェック柄のトップスです。下がねこのさっきのロングスカートと合わせるとちょっと大人っぽい雰囲気になって、一番最初のズボンと合わせるとこんな感じのね一気に若々しい可愛らしい感じのコーディネートになります。これがねちょっと腰がきつくてめっちゃギュッてしちゃうんですけど、こんな感じです。結構ね着回しがしやすいトップスです。はい、そしたらホンデのメイン通りでのね購入品はこれのみで、あとはその小道に入った洋服屋さんで買った服がねたくさんあるのでそちらを紹介していきたいと思います。では、はい、次がこちらです。薄いターコイズカラーのワンピースなんですけど、こういう襟とかねワンピースがすごい好きで、あと腰を縛れるのも大好きなので一目惚れで購入しました。で、生地はちょっとねまたシワがつきやすい生地で、着るたびにアイロンをねかけないといけないんですけど、それでもたまに着てます。で、ボタンがねたくさんあるんですけど、留めてるのはこっちのね4つのみで、内側にここら辺に白いボタンがついてて、そこで留めてるので結構ねこの胸元がはだけやすいのもねちょっと難点かなと思うんですが、形が可愛いので着てます。では次、はい、次がこちらの黄色いワンピースです。結構ね珍しいと思うんですよ黄色いワンピースが。なんかせっかくならねちょっと明るいカラー買ってみたいなと思ってこちらをね購入してみました。ここがね若干プリーツっぽい感じになってて、動くとねふわっとしてくれます。で、この黄色いワンピースだけだとめっちゃ綺麗可愛いって感じなんですけど、こういうベージュのジャケットを羽織ると一気にね大人っぽく着ることができるので、すごい使いやすいなと思いました。はい、そしたらラストいきます。最後がこちらのセットアップです。これもセットアップ
キミソールとあとカーディガン、ちゃんとボタンがついてるカーディガンのセットの商品です。すごいね、これがカーキ色で可愛くて、下も同じ店のものなんですけど、なんかね、韓国の店員さんって単体でのおすすめじゃなくて、ちゃんとねコーディネート、これとこれ合うよとかやってくれるので、積極的にすごいね助かりました。すごいね、それでどんどん買っちゃったんですけど、これがねそのおすすめされたセットで、確かに可愛いですよね。セクシーさもあるけど、ちゃんと可愛らしいというか、そういうね雰囲気のコーデだなと思いました。若干私が着るとね少年っぽくなっちゃうんですけど、髪型とかもあって、もうねロングの方とかすごい、もうちょっとお胸がある方とかね、すごい似合うと思います。でね、このコーデも可愛いんですけど、もう一個おすすめのコーデがあるので、ちょっとね着替えてきます。はい、こちらです。ホンデのメイン通りのお店で買ったこのロングスカートと合わせるとね、めちゃくちゃ可愛くてセクシー大人って感じのコーディネートになります。セットの上とセットアップにあったロングスカートをね合わせてるだけなのに、一気におしゃれな人みたいになるじゃないですか。すごいねおすすめです。はい、こんな感じで全部服を着終わりました。まあね、着回しとかもしたので結構な数のコーディネートになってると思うんですが、韓国の服のいいところと悪いところがあったんですけど、言うと本当にね結構シワがつきやすい服が多いので、着るたびにアイロンだったり糸がねほつれちゃったりするので縫い直したりとかがちょっとめんどくさい時があるかなという感じでした。やっぱりとにかく安いのと、韓国の服ってシンプルだけどこうやって少しアクセントでデザインが入ってたりスリットが入ってたりとかするので、着回ししやすいのがねすごいいいなと思いました。あと店員さんがねなんか積極的にこれとこれは合うんだよとか、一つズボンを持ってるとこれも合うよとかね、積極的に合わせに来てくれるので、そういうのもねすごいお買い物するの楽しいなと思いました。韓国のお店ですごいいいなと思ったのがねあるんですけど、結構日本だとアウターでまとまってたりトップスでまとまってたり、そういうカテゴリー別で分かれてることが多いんですけど、韓国のお店はどちらかというと色で分かれてることが多くて、だからこういうカーキ色だったら同じところにねこのズボンとこのワンピースとかがね置いてあったりだとか、色別でたくさん置いてあることが多いので、それがね探しやすくていいなと思いました。本ではねとにかく洋服のショッピングが楽しいところだったので、また行きたいなと思っております。なのでぜひ皆さんも韓国行くことがあったら本でにぜひ行ってみてください。では今日の動画はここまでです。少しでも気になってくれた方はチャンネル登録と高評価お願いいたします。ではバイバイ。